今日のメッセージのタイトルは感謝する心が明日を開く感謝する心が明日を開くです私たちはこれまで2回の日曜日をかけてテサロニケ第一の手紙のいつも喜んでいなさい 絶えず祈りなさいという御言葉から、天を相手に生きる喜び、聞かれない祈りということについて見てまいりました。今日はその最後として、すべてのことについて感謝するというこの御言葉から見ていきたいと願っています。第一テサロニケ5章16から18節を、 拝読させていただきます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に求めておられることである。 小学生の頃、もしお前の願いが一つ叶えられるとしたら、何が欲しいとよく友達の間で話しました。あるものはギア付きの自転車が欲しいと言い、あるものは野球チームのレギュラーポジションを取りたいと言いました。私はそんな時、いつも答えました。 魔法のランプが欲しい。なぜ魔法のランプなのか私は思ったのです。もし魔法のランプがあれば、一度限りではなくて、いつでも何でも手に入ると。ある時、 同じ質問が大人たちに投げかけられました。もしあなたの願いが一つ叶うとしたら何を願いますかあるものはマイホームといい。あるものは会社での昇進と答えました。人が願い求めるものは幼い時も大人になってもあまり変わりません。自転車が マイホームになり、野球のレギュラーが部長となりました。しかし、その中で一人の人がこう言いました。私がすでに持っているもの、与えられているものすべてに対して、 心からの感謝を捧げることができるようにと願います。何ら説明のいらないとてもシンプルな答えです。先にマイホームとか昇進と答えた人たちは 今自分が住んでいる家よりもマイホームを願い。現在の自分のステータスよりもさらに一段上のステータスを求めました。それに対して感謝を求めた人は言いました。すでに持っているもの、与えられているものすべてに感謝が できますようにと。あれがあれば、これがあればと、普通、私たちは考え、それを獲得しようと多くの時間と労をかけます。時にその思いは、それを手に入れない限り、私は幸せではない。 幸せになれないのだというような思いになり、私たちはその思いに囚われていきます。しかし悲しいかな。人はそれを一度手に入れますと、次なるものを探し求めるようになります。賢者ソロモンがかつて言った通りです。伝道の書の五章十節 金銭を好む者は金銭を持って満足しない。富を好む者は富を得て満足しない。これもまた空である。私たちの経済とは、そんな止めどもない人間の心に支えられていると言っても過言ではありません。 主にある皆さん、すべてのことに感謝できますようにということは、先にお話しした魔法のランプに似ていると思いませんか想像してみてください。もし私たちがすべてのことに感謝できるようになったら、私たちの最大の関心は、 それが達成されたとか、それを獲得したということに限定されなくなるのです。それが達成されようがされまいが、獲得しようがしまいが、この感謝の心は、私たちがいかなる状況をも、心に受け止めることができる、魔法のランプと、 なるのです。聖書の新明期。発祥一節から十節を読みますと、この箇所は今から約3500年も昔、400年もの間エジプトにて奴隷となっていた数百万といわれるイスラエルの民が、 彼らは今日のユダヤ人の祖先と言われておりますけれども、そこから解放されて何もない荒野で過ごした40年の間に起きたことについて記しているものです。その時にこれらの人たちに神様がどのように関わったのかということが、ここには記されています。拝読させていただきます。 私が今日命じるこのすべての命令をあなた方は守って行わなければならない。そうすれば、あなた方は生きることができ、かつ増えまし、主があなた方の先祖に使われた地に入って、それを自分のものとすることができるであろう。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。 それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主は、あなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持って、あなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は死の口から出る全ての言葉によって生きることを、あなたに知らせるためであった。 この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたはまた人がその子を訓練するように、あなたの神主もあなたを訓練されることを心に留めなければならない。あなたの神主の命令を守り、その道に歩んで彼を恐れなければならない。それはあなたの神主があなたを良い地に導き入れるからである。 そこは、谷にも山にも湧き出る水の流れ、泉及び淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく及びザクロのある地、油のオリブの木及び蜜のある地、あなたが食べる食物に欠けることなく、何の乏しいこともない地である。その地の石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。 あなたは食べて飽き、あなたの神主がその余一を賜ったことを感謝するであろう。今日はここから三つの感謝についてお話しします。最初に、すでに与えられているものに感謝するということを見ていきたいと思います。 三節から五節をもう一度読みたいと思います。それで主はあなたを苦しめあなたを植えさせ、あなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかった、マナを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は死の口から出る全ての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたの着物は吸い切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたはまた人がその子を訓練するように、 あなたの神、主もあなたを訓練されることを心に止めなければならない。イスラエルの民がアラノで40年を過ごしたと言いましても、私たちはなかなかそれを想像することができません。しかし、そもそもこのサンディエゴの風土も、 本来はイスラエルの風土にとても似ているのです。幸いなことに私たちには、あのコロラドロッキー山脈を源流とするコロラド川があります。この川は1450マイルを流れ、アリゾナのユマに至り、メキシコにまで流れていきます。先日、ユマに行きましたときに、 ひからびた荒野のど真ん中に豊かな水量で流れるコロラド川の橋を渡りました。この水が人工的に私たちの元にも供給されているゆえに私たちはこの土地に緑の木々を生えさせることができるのです。本当のサンディエゴの姿を知りたければ フリーウェイ8イで東に1時間も走れば本来のサンディエゴの姿を見ることができます。イスラエルの民はあのような土地に40年もの間生きたのです。その場所というのは とてもとても食物を探すことなどできないような、ましてや数百万人もの人たちが生きることなどは、絶対に不可能に思われる土地なのです。ですから彼らを導かれた神様は、そのような彼らの旅路の中で、彼らに油菓子のような味のする、マナという不思議な食物を毎朝、天から降らせたと、聖書は記録しています。 イスラエルの民はこの不思議な食べ物によって養われたのです。そしてそれだけではなくその40年の間、彼らの着物は擦り切れず、その足が腫れることはありませんでした。それは、着るもの、履くもの、食べるものを神が彼らに与えたということです。 しかし、彼らがその荒野に暮らしていたとき、彼らはこんなことをつぶやいていました。民数記の11章4節から6節にこう記されています。また、彼らのうちにいた多くのより集まり人は抑止を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。 ああ、肉が食べたい。我々は思い起こすがエジプトではただで魚を食べた。きゅうりもスイカもニラも玉ねぎもそしてニンニクも。しかし今、我々の精根は尽きた。我々の目の前には、この、マナにしか、ない。神様はその日に必要な。 マナを彼らに与えました。聖書を読みますとそのマナはその日その日に十分なもので、翌日まで保存していても翌日には腐ってしまって食べられないものであったと言います。マナは栄養ある食物だったのでしょう。それを食べている限り、彼らは生きることができました。しかし彼らはこのマナに 不満を持ちました。彼らは自分で耕すこともなく、借り取ることもなく、無償で天から与えられているものに対して、感謝せず、不満を持ったのです。私たちにも日ごとに無償のマナが日々、神様から与えられています。私たちはそのマナを、どのように、いただいているでしょうか。 この神の恵みのことなど一切考えずに、あれもないこれもないという思いが、私たちの心を占有していることはないでしょうか。そこに私たちが陥りますと、私たちは自分が惨めに思えてきます。人を妬みたくなります。 誰かを避難したくなります。主にある皆さん、このような心の土壌から私たちは将来何か良き実を収穫することができるでしょうかこの心は これからの私たちの人生に何か液をもたらすでしょうかもし私たちがすでに与えられているものによく考えましょう。それは無限にあるのです。 もしそのすでに与えられているものに感謝して毎日を過ごすのねあるならば私たちは極めて極めて恵まれた人ですあれがあったらこれがあればではなくて もし私たちがすでに持っているもの、与えられているものに対して、心からの感謝を捧げることができるようになったら、私たちの世界の、この世界の、色が、変わるはず。あれやこれが私たちの人生を支配するのではなくて、私たちは自分の人生を、自由に、そして主体的に、 すべての供給者なる主と共に生き、このことはおのずと私たちを多くの収穫へと導いてくれることでしょう。二つ目のことをお話します。それは、願っていないことに 感謝するということです。おそらく私たちはこの一年、多くの思いがけないこと、願っていないことに直面したことでしょう。今そのただ中にいるという人もいると思います。そのようなことに、このイスラエルの民たちも会いました。すなわち、苦しみ 試みというものに彼らはあったのです。しかし驚くべきことは、それらの苦しみ、試みに対して神様は確かな目的と意味を与えておられました。神明期の発章三節。それで死はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、 あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた人はパンだけでは生きず人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったこの一年 私たちは想像したこともない感染症という試みに直面しました。そして今もそこを抜け切ることができずにおります。このことに関する、またその他にも深刻な諸々のニュースは私たちは毎日見聞きしていますし、個人的な生活の中で向き合う悩みは 尽きることがありません。この言葉がモーセとイスラエルの民に語られたとき、そして2021年、私たちにも語られるとき、私たちには一つのことに導かれていきます。それは、 私たちが向き合っている試みは、私たちに大切なことを気がつかせる神様からのアプローチであるということです。そのような意味において、私たちはこの神明期の言葉をこう言い換えることができるのかもしれません。 あなたの神、主がこの一年の間、荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを 知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかった、神の言葉をもって、あなたを養われた。人は、パンだけでは生きず、人は主の口から出る、すべての言葉によって生きることを、 あなたに知らせるためであった。このことによって、神様が私たちに気がつかせようとしていることは、私たちがあれやこれやと手に取り、手の中に収めることができるものによって生きるということではなくて、神の言葉によって、 生きることなのだということです。もし私たちがこのことを知り、その生き方をそこにシフトするのなら、私たちの試みは驚くべきことに、私たちにとって感謝すべきものにさえなるのです。なぜなら、神様が私たちに気がつかせよう、 与えようとしていることは、この試みによって失うものよりも、はるかに大きいからです。詩編の記者は言っているではありませんか。支編119編71から 七十三節。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟き手を学ぶことができました。あなたの口の掟き手は私のためには、幾千の金銀貨幣にも勝るものです。 あなたの見ては私を作り、私を形作りました。私に知恵を与えて、あなたの戒しめを学ばせてください。主はあなたの経済的困難のただ中で、あなたの結婚問題のただ中で、 あなたの子育ての問題のただ中で、年老いた親を抱えているそのただ中で、健康問題のただ中で、私たちに語りかけてくるなす。これらのことを通して、私はあなたが 私の口から出る神の言葉によって生きることの大切さに気がついてほしい。そのことはあなたの人生にとって何を差し置いても一番大切なことなのだ。 私はそのように人を作ったのだから、あなたの制作者の言葉を信じ、受け止めなさい。三つ目のことをお話します。それは、主が共にいることに、 感謝するということです。このイスラエルの民のアラノでの40年間、実はそこには裏話がありました。おそらくイスラエルの民はそのことを知らなかったことでしょう。そのことは彼らのリーダー、モーセに起きていたことでした。モーセが最初にイスラエルの民をエジプトから導き出すという使命を神様から受けたとき、 彼は躊躇していました。それはそうです。想像してみてください。どうして奴隷である者が神として崇められていたエジプトのパロに対峙してその解放を迫ることなどできましょうか。まともな人間ならそんな大変な困難を伴う命がけの責任に二つ返事で答えることなどは できません。ですから、ーセはまず言ったのです。私は一体何者でしょうか私たちも彼らと同じ思いを持ちます。私に一体何ができるのですか私は一体何者なのですかしかしそんなーセに神様は言います。私は 必ず、あなたと共に、いる。またエジプト脱出後、モーセが民の戦闘を狙ち、数え切れないほどの問題を日々背負い、荒野での日々を送っていたとき、彼はくじけそうになったときにも、神様はモーセに語りかけたんです。私自身が、 一緒に行くであろう。この言葉を文語訳の聖書で読みますと、我が臨在汝と共に愛という言葉になります。皆さん。 私たちは毎日、明日という未踏の地に向かって生きています。その日を歩いている人はまだ誰もいないのです。そんな旅路の中で、私たちはしばしば、明日はどんな日なのだろうかと心配しますが、その時、 大切なことを忘れています。それは、その道を私は誰と共に歩くのかということです。幼い子供によるガレージに行ってペットボトルを取ってきてと言っても、おそらく絶対に彼らは行きません。 昼間とはその装いを変えた闇に包まれたガレージを子供たちは不安に感じるからです。でももし父さんも一緒に行くから行こうと言えば彼らはスキップしてついてきます。紙二23編あの有名な言葉の中でダビデは言いました。たとえ私は 死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。人間は人間に四六時中付き添うことはできません。それが困難な道。 まして、生死に関わるような道となりますと、そこに最後の最後まで伴うことができる人はおりません。しかし、聖書の言葉は語りかけるんです。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れない。あなたが、共に、おられるから。 エレミアという預言者が今から2600年前におりました。彼はその言葉を口実によってバルクという初期に書き記させました。彼は南イダという国に生きたのですが、 国は政治的に混乱しており、国民の倫理は地に落ち、腰眈々と南ユダを飲み込もうとしているバビロンからの脅威を受けているという大変な時代でした。そのような時にエレミは若干20歳で神様によって預言者として召し出されました。彼に適する者は多く、 彼の恐竜や親類の者たちも彼を拒絶しました。しかし彼はバルクと共にその言葉を書き続けました。南ユダの王であったエホヤキムによって彼らが書き記した書が燃やされてしまった時もあり、しかし彼らは再びこのエレミア書を書き続け、今日私たちのもとにこの書はあるのです。 エレミア三十一章。一節から三節主は言われる。その時私はイスラエルの全部族の神となり彼らは私の民となる。主はこう言われる。剣を逃れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。 それゆえ、私は絶えず、あなたに真実を尽くしてきた。後に南ユダ王国はバビロンに滅ぼされ、剣を逃れた者たちはバビロンに捕らえられていきます。世に言うバビロン捕囚です。 エレミはそのような困難のただ中にありながらも、荒野が、恵みの場となると、書いたんです。この荒野が恵みの場となるということは、これ以前に起きた、今日お話しして参りましたモーセにより、40年間荒野を旅したイスラエルの民の出エジプトの後の年月が、 モチーフとなっております。奴隷でありながら、エジプトの剣を逃れて脱出してきたイスラエルの民が、アラノで航海を渡り、昼は雲の柱、夜は日の柱、天からのマナなど多くの恵みを受けました。彼らにとってアラノでの生活が過酷だったのは事実です。しかし、 主はまさしくその荒野の,のただ中で、恵みを彼らの上に注がれ続けたのです。荒野という場において、神様は、モーセと共にあり、ご自身をご権限なさったのです。エレミヤは この言葉を民に伝えながら、この言葉を自分にも語られている言葉として受け止めたのではないかと思います。確かに彼が置かれている場所は、孤立無縁、周囲を的に回れて、囲まれているような状況です。彼に対する攻撃や、中傷がなくなることはありません。しかしそのような中にあっても、 神は彼と共におられ、主の恵みはその荒野のただ中に注がれているのだということを、彼は自らの励みとしたのです。モーセそしてエレミアと共にいてくださった神が、これからも私たちと共にいてくださるということを信じて、 私たちも主に感謝するのです。私たちは今日三つの感謝を一つ一つ確認しましょう。私は今すでに与えられていることに 感謝しているか。願っていない状況でも、主に捧げることができる感謝があることを、私は知っているか。そして、どんな時にも、 私と共にいる主に、私は感謝をしているか。このメッセージの後に、数えきれぬ恵みという歌を賛美します。この歌はもともと英語の歌で、そのタイトルは、10,000 Reasons というタイトルです。そうです。私たちは主に感謝をし、その皆を褒めたたえる一万もの、いや、無限の理由があるんです。 主にある兄弟姉妹。また新しい一週間が始まります。その行く手に何が待ち受けているのか、私たちには皆目分かりません。しかし、私たちがこの三つの感謝と共に生きるときに、私たちはこの先がいかなる状況の中にあっても、そこを 歩き通すことができるのです。私たちの感謝の心が明日を切り開いていくのです。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を心より賛美いたします。 今日も一緒にある兄弟姉妹と共に、この礼拝をあなたに捧げることができますことを感謝いたします。そしてともに、御言葉に心の耳を向けることができましたことを感謝いたします。私たちはすでに与えられているあなたの大いなる無限の恵みに気づき、それに感謝をして、 いるか願っていないような状況の中にも含まれているあなたの恵みを私たちは知っているかどんな時にも、たとえ私たちの周りに誰一人私たちの愛する者、友人がおらずとも、あなたは私たちと共にいてくださることを私たちは知っているかと。 私たちはこの朝、あなたに問われました。主をどうか、これらの一つ一つを知るにつけ、あなたへの感謝をさらに強く持つものとして、毎日を生きることができますように、あなたは私たちの心を見守り、これからも支えてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。 このようなコロナ禍にある私たちでありますけれども、今日見て参りました御事の場に照らし合わせますのならば、この状況の中にもあなたの恵みは十二分に注がれているということ、そしてこのようなところを通ることによって、あなたが私たちに気づかせようとしている、教えようとしていることがあるということ、しかと私たちが、それを聞き逃すのではなくて、 それを後回しにするのではなくて、それに向き合って、天台からいただける大いなるものを、この時にいただくことができますように、私たちの心をそこに向けさせてくださいますこと何とぞよろしくお願いいたします。今日このように、死の御言葉に、兄弟姉妹と共に向き合うことができたことを心より感謝して、 私たちの救い主なる主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 に恋、願わくばいかなる時も感謝することを私たちに教えてくださる我らの主イエスキリストの恵み私たちが生まれてからこの方一日もかけることなく無償の恵みを私たちにお与え続けてくださっている 我らの父なる神のご愛。感謝すべきことを日々、私たちに気がつかせてくださる精霊様の豊かなるお働きが、今日この礼拝に出席させていただきました。私たち一同の上に、今も後も、よよ限りなく、あらんことを。メン